615アメリカンサイズのフィンガーカットフォーマーの非常にここ持ちやすいやつですね。でこの下のブルーのが814番、815と比べてこちら普通サイズですね、どこにでもある。でこれはもうすごく取り回しがいいんですね。815は大きくて、で今日は逆毛とかすき毛とかを使わないで、この815のフィンガーカットコームだけで、コームとピニングだけのアレンジ考えてみます。まず最初少し Z パートに取って、で特別なバックコーム等をせずにコームでこちらに返します。そしてスモールで中にピニングします。特別必要がない限りピンヘッドはこうやって隠します。また同様にこちらサイドもバックコームもせず、この PP815 のL コームでだけで、でスモールピンでピニングをして、でピンヘッドはちょっと隠します。でこちらもってきて、コームでそしてスモールピンでそしてピンヘッドはこうやって少し引いて隠します。でまた同様にコームでそしてまた同様に、で少しピンヘッドは隠しておきました。これすべてこのようにして、あの可愛らしいカールのすべて終了。もうそうですね、本当に 2,3 分で感覚的なヘアアレンジですけど、テクニックではないんですけど、ただ一人の人で何百種類もヘアスタイルやるときにこういうのも少しぐらい入れないとできない。ちょっと今、モデルさんにどうなってるか後ろ見てもらう。ちょっといい、これで見えます、ね、あっちの手紙、はい、すごい面白いですね。はい、すごい面白げになりました。お邪魔したいですね、これ。